佐藤澄香です。お腹周りが細くなる魔法のレシピをご紹介します。実は今回のこのレシピは、これまでに別の動画でそれぞれお伝えしてきました、食材を上手に組み合わせた、魔法のレシピなんです。ぜひお楽しみにされていてくださいね。今回はですね、流れとしましてはそのまず材料とその作り方ですね、レシピ集をご紹介していくんですけれども、まず材料です。キャベツを使います。でこのキャベツはその水溶性と不溶性の両方の食物繊維をこうバランスよく含んだ優れた食材なんですね。でこのキャベツを摂ることでそのあなたの腸内環境がこうピカピカに綺麗になりますから、もうお腹からすっきりと、なってお腹周りがキュッと、細くなっていくわけです。もうそのお手伝いをキャベツがしてくれるんですね。でまたキャベツは老化の元と言われているこの活性酸素も抑えてくれますから、細くなるだけではなくて、お肌とかね、もう綺麗にピカピカに細胞レベルからなれるというわけです。そして2つ目は米麹を使います。でその麹なんですけれども、ちなみに私が使っていますのはこちらです。乾燥タイプの米麹なんですね。でこの麹を使ってまず塩麹を作っておくことが、ポイントです。で塩麹は、例えばこちら 500g 入ってるんですけれども、ご参考にレシピはですね別の動画でもお伝えしていますが、まずこの米麹が 500g、1袋ですよね、に対してお塩が 160g です。そしてお水は約 750cc です。お水が約 750cc。 この以上の3つを容器に全部入れてよくかき混ぜていただいて、でちゃんと蓋をしてですね、常温で、夏場暑い、お部屋でしたら1週間程度で、冬場のこう寒い季節でしたら2週間程度、必ず毎日1回だけかき混ぜてあげてください。出来上がりです。そしてですね、その目安はこの麹がこう柔らかくなったなっていう時が食べ頃なわけです。で出来上がりましたらすぐ冷蔵庫に、密閉容器に入れて保存してください。で、約ですね、これお塩が入っている関係で冷蔵庫でなんと半年間持つというですね、保存食なんですけれども、だんだん色もね変わってきますから、傷まないうちにしっかり早めに召し上がってくださいね。塩麹は以上です。そして次に、3日前でしたか、麹ドリンクについて別の動画でお伝えしてるんですけれども、この麹ドリンクで使ったその米麹が実はそのまま捨てずにリサイクル、できるんですよね。ここがもうポイントです。もう最後まで無駄なくその麹を使えるということになります。ですからこの麹ドリンクの時に使ったその米麹を今回このレシピで使いますから、皆さんも大切に取っておいてください。こちらですね、麹ドリンクの材料は米麹 100g、 ミネラルウォーターが 500ml で、だしとかお茶パックですね、パックを1袋、あとドリンク容器が1つ以上なんです。あとここでまたプラスお伝えしておきますね。麹ドリンクの作り方です。このドリンク容器にこの1、2、3ですね、でこのお茶パックの中にこの米麹をこう分けて入れてください。大きい袋でしたら1袋で済むと思うんですけれども、小さいタイプでしたらおそらく2つに分けた方がいいと思います。でしっかり入れるんですね。その入れた容器をそのまま冷蔵庫に入れて8時間保管してください。8時間経ったら飲み頃です。で目安は
1日かけてこの 500ml のお水を分けて飲み切るということですね。そしてこの時に使ったこの米麹は、続けてそのままですね水を足していただくと 2,3 回は続けて使えます。で、私も今朝ですね朝一番美味しくいただいてるんですけれども、飲み切ってしまったのでその麹が余ってるわけです。3日経ちましたので、でその麹をですね100g ですから、その、70g を普通にですね余った麹をこうお米としてこう炊いても OK なんです。目安は通常の、お米2合炊く時の水の量のままでいいんですよ。普通通り2合炊きに、70g、約その全体の7割をそのまま、洗った後にそのままですね麹だけ、入れてあげて、普通に炊いていいんですよ。なぜかというとその麹が水分をもう含んでいるわけですから、プラスアルファの水は足す必要はないです。普通にお米を研いで洗った、最後セットした後に最後に麹を入れて炊いてみてください。ふっくらしてね美味しいです。そして、今回お伝えするそのお腹周りを細くするレシピには、私は大体ですねこの残ったその 30g を使います。ここまで大丈夫でしょうか。では、実際にそのお腹周りを細くするレシピですね、材料と作り方を今からお伝えしていきます。でこちらはですねもちろんそのお腹周りがすっきりね細くなるんですけれども、それ以外にもいろんな、いいことがですね待っています。はい、こちらです。レシピは麹キャベツです。このままですね、材料は、こちら、キャベツが4枚、塩麹が大さじ1、そして先ほどの麹ドリンクで使い切った後の、麹を適量ですね。私は、お米に、7割 70g 使って、残った 30g をよく使います。でここからですね、作り方なんですけれども、この麹キャベツを食べるとですねお腹周りが細くなるのは、原因があります。理由ですね、腸内環境を劇的に改善してくれるからなんです。この材料はすべて腸内細菌の大好物なんですね。もう大好きなんです。もうどんどん食べてくれるわけです。そうするとお腹の中のもう断捨離、もうごそっと大掃除してくれるわけですから、もうお腹ぺったんこキュッと、細くなるということなんですね。楽しみですね。そしてまた実は、酵素がね多く含まれてますから疲労回復に役立ってくれますし、また免疫力も上がります。なぜかというと腸内環境が良くなるからです。腸内には全体の免疫細胞の約7割がいるということですから、もう免疫力も上げていって、私たちはウイルスに負けないこう元気な体を作っていきましょう。そして4つ目がですね、便秘下痢の解消。 もちろんそうですよね。腸内細菌が元気になるわけですから、結果腸内環境が整いますから便秘ですとか下痢も解消していくわけです。そして最後、美肌ですね。もうこれはもう麹のパワーですね。その腸がきれいになりますとその細胞がきれいになりますから、もちろんお肌もきれいになるということなんです。では、実際にどうやって作っていくのかというお話に入りたいと思います。材料は以上ですね。でまず手順の1つ目、このキャベツ4枚をしっかり千切りしていただきます。そしてここでこうさっと、湯通ししていただいて、ちょっとしんなりとねさせてください。そしてそのしんなりしたキャベツをボウルに入れましたら、次がいよいよ出番です。
塩麹大さじ1を入れてよく混ぜます。そしてしんなりとよく混ぜ終わったら、一番最後に先ほどの、麹ドリンクに残った麹、そのまんまです。結構少し歯ごたえがあって美味しいんですけれども、そこをパラパラとまんべんなくかけていただいて召し上がってください。で、お一人で全部食べてもまあいいと思うんですけれども、その食べ過ぎてね、逆にお腹が緩くなってもいけないので、あなたの体調に合わせて召し上がっていただきたいと思います。さあ、いかがだったでしょうか。で、この麹キャベツものすごいですね、デトックスパワーがありますから、あなたの腸内環境を良くしていただいて、ごっそりとお腹の大掃除で、結果きれいに体の中からお腹周りを細くしていくのに、ぜひお役立ていただきたいと思います。で、またこのレシピはですね、ファスティング中ですね、準備食であったり、まあ、回復食であったり、そういった時にも大活躍する優れたレシピですので、ぜひご参考にされてください。で、またこのファスティングご興味おありの方は、こちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。で、皆様こちらご登録後に直接私までご相談されておりますので、いつでも遠慮なくご相談ください。で、またこの動画のお話、こう繰り返しご覧いただいて、あなたとそして大切なご家族のために日々の生活にですね、ご健康にお役立てください。そしてまたこのお話が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。